警察学校。警察学校とは、日本の警察官、警察職員を教育、訓練する機関である。分類上は、公安職公務員、ただし警察のみ、養成の職業訓練校という扱いになっている。学校と、名がついているが、学校教育法、昭和22年3月31日法律、第26号などに定める学校ではなく、 あくまで警察組織内の教養施設であり、警察官、一般職員に対する研修事務が主内容である入校中の初任学生も職員であることから、地方公務員法に基づき給与が支給される。警察職員の教養施設は、数多くの国に設置されているが、本校では特に断りがない限り日本の警察におけ、警察学校について記す。 警察学校には大きく分けて、都道府県警察の警視庁警察学校及び、道府県警察学校と、管区警察局に属する管区警察学校の2種類がある。都道府県の警察学校は、警察法、昭和29年6月8日法律第162号、第54条を、管区警察学校は、同法第32条を、設置根拠規定とする。このほか 警察庁には、警察大学校が、同法、第27条、皇宮警察本部には、皇宮警察学校、同法、第29条第4校がそれぞれ設置されている。警察学校での初任教養、初任総合教養を終了し、現場での職務に就いた後も、本人の希望や担当する職務により研修を受ける、ことを命じられる場合がある、現任教養、選科教養などと言われる。 単に、警察学校といった場合は、都道府県の警察学校を指す場合が多い。警察内部では、傾向、警学、学校などと略称される。都道府県警察の警察学校では、新任の警察官や職員、事務理員、技術理員に対し警察業務上必要な知識、技能などを習得させるための教育訓練を行う。ほか、 現任の警察官や職員に対して職務に必要な専門的知識や技能、指導能力、管理能力の強要、警察業務に関する研究を行う機関であり、各都道府県に一行置かれている。北海道には方面分校が置かれ、また必要に応じて分校が置かれる場合もある。このうち北海道警察学校だけは、北海道に管区警察学校が存在しないため、 同警察学校にて新任、現任の警察官や職員に対する訓練のほか、他の都府県では、官区警察学校が行うべき幹部として必要な教育訓練も行うものとされている、警察法第五十四条第三項。都道府県警察により、組織形態は若干異なるが、典型的には、学校長、警視長、警視生、または、警視が公務を勝利し、 副校長、校長補佐、教頭、警視生、警視、または警部もしくはこれらと同等の職にいる理員が、学校長の補佐を行うほか、教官、主に警部補または、これと同等の職にある理員、助教、主に巡査部長、または、これと同等の職にある理員など、都道府県により、教授、教師、助教授などの職名の場合もあるが置かれている。また、部、下 係等の部署が置かれ、公務を文章する。学校の組織については、都道府県の条例や規則で定められている。専門的な科目の講義や講演などの場合には、しばしば講師や公安委員等が外部から招かれる。警察学校には、教場旨や管理旨、両者のほか、都道府県により、規模や有無が異なる部分もあるが、概ね射撃場、武道場、体育館、 行動、運動場、プールなどが設置されている。原則的に刑務所のような有志鉄線や鉄格子などはなく、体も拘束されない。しかし警察官となり、巡査に任命された者の中には、集団生活そのものになじめず脱走する者や、抜け駆けする者がいるめ、入所、出所時は厳重に管理されているところがほとんどである。 都道府県警察の警察官に採用されたものはまず、警視庁警察学校、または、道府県警察学校、以下、都道府県警察学校の校において、警察学校というに配属され、初任課生として、一定期間の研修を命じられる。立場的にはまだ見習い警察官で現場へ出ることは、ほとんどない、例外として、大規模な警備事案の際に、広報支援。 雑用のために出動した事例もある。日本航空123便墜落事故や浅間山荘事件などが巡査の階級に認じられ、採用された当日から法律上の身分は警察官である。それに伴い都道府県の条例に基づき法給額が決定され、採用当日から支給される。警察官に採用されたものは入校式が取り行われた後、 初任課の教養を受ける。採用時期は、採用人数の多くない県では、他の県職員と同様に4月に年1回、そうでないところでは採用試験の時期や成績により、適宜の時期にそれぞれ採用される。したがって、校舎の都道府県にあっては年間に複数回、採用されたものの入校の時期に合わせて、初任課教養開始されることになる。 初任化教用の期間は採用区分で異なり、大学卒業相当で採用されたもの、警察官 I 類、A 種など、故障は都道府県により異なるは6ヶ月間、短期大学、高等学校等卒業程度で採用されたもの、警察官 E 類、E 類、B 種などは10ヶ月まである。採用区分により、初任化教用の期間のほかに、現場研修や、 初任総合化教養の期間にも違いがある、術。制服や警棒、手錠、拳銃、警察手帳などの装備品は、都道府県の条例に基づく人数が採用、入校時点で支給、または対応される。これらは職務を遂行するにあたり必要な装備である。ため、すべて無償であり、警察学校での研修を終えた後も、条例に定める使用期間の終わらない。 装備品については現場で使用し続け、最初の期間満了で、初めて交換することができる。それ以外の、10課で使用する体操着、武道着やテキスト、参考書籍類などの中には、個人で支弁するものもある。警察学校入校中は、地方公務員法、昭和25年12月13日法律、第261号、第22条第1項に規定する。 条件不採用の期間とされ、その間に、成績不振、素行不良などの自由があれば免職され、または、条件不採用、民間でいう、使用の期間終了後に正式採用されない場合も、ある、事件を起こせば、警察官として、マスコミで話題にされてしまう。なお、大卒程度の警察官にあっては、同行本文の規定により6ヶ月間の、初任化教養終了後に正式採用されるが、 大卒以外の警察官にあっては、同高校交番により、初任化教養期間中は条件不採用の期間が流される。初任化教養では、職務倫理、訓育や一般教養国語、英語、心理学、パソコンなど、警察実務、刑務、捜査、警備、交通、生活安全、地域、監視など、職務遂行に必要な法学、憲法、刑法、 刑事訴訟法、民法、警察法、警察官職務執行法などなどの理論のほか、拳銃創法、柔道、剣道、逮捕術、救急法、体育、教練、舞台、集団活動などの実技を学ぶ。警察無線やレーダーの取り扱いを要するため、第二級陸上特殊無線技師の養成過程も必修となる。また、体育実技の授業も行われ、 警察官として必要な体力の要請も図られる。教場での実務や法学の教養を座学、実技の教養を十課、十課発音は十課と呼ぶ。教養科目のうち、公安警察に関する項目については、警察が日本共産党やその関連団体だとみなした団体について、同等の過去における破壊活動とみなした事実を呼び、その当時、 この辺りの詳細は、所管派を参照のことから、投稿量が現在まで改められていないことを根拠に、依然として、暴力革命路線を取り続けているとの見解を持っており、同等の綱領や決定について、極めて批判的な見解で抗議がなされている。武術に関しては、逮捕術を全員履修するが、その他柔道、剣道、合気道、合気道は、 女性警察官のみなどの中から1から2科目を選択履修する場合やあらかじめカディキュラムで指定されたいくつか部術を全員が履修する場合などがある。どちらのケースでも卒業までに初段以上を取得することが推奨ないし義務付けされている。都道府県によっては商談試験で行われる試合の結果により段位を判定するために必ずしも全員が 初団位を取得できるとは限らないため、団位の取得が卒業の要件とはされていない場合も、ある、承認試験の内心には、団位が考察項目となっているため、卒業後も団位まで到達しないと、後の昇進に影響することがある。なお、各都道府県警察組織内で、団位認定を行うことがほとんどであり、柔道なら、一般的な行動官、剣道なら、 全日本剣道連盟といった全国的な組織による認定団議とは異なるため、後に事務手続きにより移行を行うものもある。拳銃双方法に関しては、警察官等拳銃使用及び取扱規範、昭和37年5月10日、国家公安委員会規則第7号第14条に定める拳銃の安全規則を暗唱させるなど、 安全管理については特に厳しく指導される。射撃の腕前についても訓練が行われ、試験で一定水準の成績を残すことを求められるが、射撃の成績の不振のみを理由に卒業が認められないということない。警察学校に特有の十課として、戦術の拳銃双方以外では、出動服、機動隊の制服として一般に知られている制服や、 ジュラル民製の大盾などの装備を着想して、暴動や違法デモを鎮圧するための対行動等を訓練する警備実施や、できるだけ犯人を死傷させずかつ警察官自身の受傷を防止しつつ逮捕するための技術である先の逮捕術が挙げられる。共用期間中の数日間、警察署での実務研修が行われる場合もある。 実際に交番などにおいて現場の警察官について職務を見学、実践するというものである。ただし身分はあくまでも警察学校の生徒であり、職務上必要な知識等を十分には有していない状態のため実務研修中は指導役の警察官の職務を見学するか、その指示により手伝い程度の仕事をすることが主な役目である。これ以外に 社会人としての教養を高めるため、外部の各界から講師を招いて講演が行われたり、稼働、作動、手話、英会話など警察実務と直結するものではない、講座などが行われたりする。また、課外の余暇時間を用いて、部活動を行っている学校もある。警察では、無線電話、音声通信のみではなくスピード違反取り締まりに、レーダーを使用するため、 に陸徳の養成課程が行われている。警察学校では、入校時期と採用区分により、学生を機と呼ばれるグループに分ける。多くの場合、入校順に数字を木の前に付し、それらを初任課題機と呼称する。一つの木を、さらに、招待規模の30人の小グループに分け、それらを、教場、班、共に、一般の学校のクラスに相当と呼称する。 教場や、班の名に関する、には、担任教官の生命や番号など、都道府県により異なる名称が入る、小規模県警では、気を、教場ごとに分けない。警察学校入校中、学生は、教養や、寮生活の、あらゆる場面でこの気、教場を一つの単位として行動することとなり、他の気、教場と競争し切磋琢磨しながら学んでいく。 警察学校の教養課程を修了し、現場に出た後も、苦楽を共にした同期、教場の結束は、同じ釜の飯を食った仲間と長期にわたり持続する。同時入校した採用区分が異なる木を、兄弟木と呼ぶことがあり、大卒程度の採用区分である木が卒業するまでは、行動を共にする機会も多く、同期に準じた連帯感を有している。各教場、 班で学生の中から教場、班長、副教場、班長が選ばれ、木ごとに学生の中から総代、副総代が選ばれる。選出方法は都道府県により異なるが、採用試験成績順位や、教場、班、木の中の最年長者などの方法で入校時に指名される。教場、班長、総代は、それぞれの集団でリーダーとなり、 学校生活の運営や、教官など警察学校職員と学生間の連絡調整にあたる。基本的に、男女とも同じ教場、班に属し、格闘技など一部を除いて、座学、十家とも共通の教養を履修する。頭髪に関しては、男子は丸刈りの強制、女子は単髪となっている。これについては、男性差別的や使いだという見方がある。 生徒は一定期日ごとの交代制で隠し当番勤務に就く。当番の例として授業前後に用具準備をする教場当番、警察学校敷地内に設けられた模擬交番や警備派出所に詰め敷地内警戒や出入校者格を行う警備当番、教官室や当直室に詰め外部連絡取り次ぎや建物内警戒を行う当直当番などがある。五二社は家業時間外も 所定勤務場所において、実際の交番勤務のように徹夜、または交代で、当番人を果たさなくてはならない。警察署にあっても、当直当番があるため、警察学校における当番はその予行演習と位置づけることもできる。初任教養は例外なく善良性で、通学は認められず学生は、警察学校敷地内にある寮に入居しなければならない。 6から10ヶ月の間居住するため、入校にあたって住民票も、警察学校所在地に移動させる。寮では、起床、食事、学習時間、自由時間、消灯のスケジュールが定められており、学生はそれに従って行動する。寮は、胸などの単位で、男女別に分かれており、両者間の行き来は、特段の事情がない限り認められない。なお、警察学校では、 原則男女交際が禁止され、男女間の日常会話でさえ禁止事項となっていることもある。食堂など一部施設は男女共用になっている。部屋は個室か、寝室部分をパーティションで区切った簡易個室となっている施設が多いが、共同で使える雑談室や勉強部屋も備えられている。浴室は共用オーベロであり、別にシャワー室が設けられている。 個室のない寮の場合、各部屋に部屋長が置かれる。戦後間もなくの頃までの警察学校と違い、現在は多少は行動の自由が効くようになっており、自由時間もある。休日に実家に帰宅するには、学校長決済による外泊許可が必要となっているものの、特段の事情がなければ認められる。食料品の差し入れや、家業時間外の家族、知人との面会や、 電話連絡も認められるが課題や当番などによって事実上自由時間がないということもしばしばある初任科の研修期間終了前に卒業試験が行われる座学の科目では筆記試験や口述試験10課の科目ではこれらに加えて実技試験などの方法でおおむね2から3日かけて行われる合わせて10課の段位や9くらいの認定試験を 卒業試験の日程に前後して行われる。これらの結果と学習態度や寮生活の様子などの平常点を総合的に判断して卒業時に勤務表情が行われる。これに基づいて成績が主席をはじめ上位などの優秀なものは卒業時に表彰される場合がある。初任課を卒業した警察官は人事堂により当該都道府県内の 各警察署に配置、卒業配置、略称、卒廃され、大卒程度で7ヶ月間、それ以外で8ヶ月間、現場実習生として、実際の職務につきながら、研修を行う。卒廃先の警察署は、卒業前に、あらかじめ本人からの希望を聞いた上で、適正や事情を勘案して決定する。以前は、男性警察官は、地域課に配属され交番で勤務し、 女性警察官は、交通課で交通取締りに従事するなど性別により、初期の配属先が分かれているケースが多かったが、近年では、女性警察官も交番に配置されるなど、性別による区別がなくなりつつある。また、都道府県によっては、交番のほか刑事、生活安全、交通などいくつかの部署で、それぞれ数ヶ月ずつ実習を、う場合もある。得意な例として、 千葉県警察では卒業した全員に初、配属先として、機動隊、新東京国際空港警備隊勤務を経験させた時期があった。現場実習の後、配属先の警察署、所属部署としたまま初任総合課、略称、所葬、自治体により、名称が、初任補修、補修課、略称、処歩となる、学生として、再度警察学校入校し、 新人受験修の総仕上げ的な研修を受ける。大卒程度で2ヶ月間、それ以外では3ヶ月間、それぞれ警察学校に入校し、現場実習での結果なども取り入れた研修が行われる。また、同時期に、初任課として入校している学生がいる場合は、先輩として後輩の指導に当たることも求められる。初任総合科終了後は、原所属の警察署に戻り、 通常の勤務に復帰する。初任総合課の終了をもって、震災用事の研修がすべて終わり、一人前の警察官であると、警察社会の中で認められるようになる。初任総合課教養が終了した後も、基本的には、卒廃先の警察署で勤務を続けることになる。その後、人によって差はあるものに一年数年程度勤務した。後、 他の警察署等の所属に移動することになる。また、この頃に本人の希望や適性などにより専門の部署に移動する場合もある。警察事務官として都道府県または関区警察局に採用された者と警察技術官として関区警察局に採用された者は、おおむね1ヶ月程度警察学校に入校して初任研修を受ける。職務の内容が異なるため、 当然警察官とは別のカリキュラムによる教養を受けるが、科目によっては警察官の学生と共通の講義を受ける場合もある。公務員として必要な法律や実務の研修がカリキュラムとして組まれているが、事務職員ではあるものの警察組織の一員となることから、教練等の十課を履修し、例式や動作の基本なども身につけさせられる。 航空警察学校は警察庁の附属機関である航空警察本部に設置され航空護衛官に対して各種の教養を行う機関である東京都千代田区の皇居の敷地内に所在する初任者や現任の護衛官に対して教養を行うという点では都道府県警察学校と同様であるがその職務の特性から乗馬訓練や警防 消化活動訓練、和歌作りや書道がカリキュラムに組まれている、どの違いがある。管区警察学校は警察庁の地方機関である、管区警察局に付置される、警察官、職員の教育訓練施設である。都道府県警察学校の場合は、いわゆる新人の初任教養を主な任務としているが、管区警察学校の場合は、中堅幹部、警部補、 巡査部長の警察官及び、同省当職の一般職員に承認したものの、教養や、管区機動隊員や、各種の高度な専門的知識、実技技能についての教養など、現任の警察官に対する訓練を主な任務としている。管区警察学校に設置される主な家庭は、下記の通り。これ以外に、関東管区警察学校のみに、初任幹部教養家が置かれ、 国家公務員採用一般職試験により、警察庁に採用された警察官の研修を行う。北海道警察は、管区警察局に属していないため、これらの過程も北海道警察学校に設置されている。また、同じく管区警察局に属していない、警視庁と、航空警察本部の警察官、航空護衛官、警察職員、 これらの教育については、関東管区警察学校に入校して行う。人事面では、学校長など、少数の幹部や事務官などを除き、教官は皆ん管区内各警察からの出向者で構成されている。基本的に、初任教養と同じく通学は認められておらず全寮制である。入校生は、その間、校内に所在する寮に寄宿して生活する。 すでに警察官、警察職員として一本立ちしていることから、平日の課外外出及び週末の外泊などは比較的自由である。日本とは違い、法執行官を目指す人は、私費でも入学し、研修を受けることができる。これは、実務経験者を保安官や副保安官、執行官として雇用する機関があるためである。ほとんどは、各自治体警察、 アメリカ合衆国の警察参照に採用され、トレーニー、候補生として入学する人で、本来の修行期限内に卒業、休大、落第ありできなければ、所属先から解雇されることになる、私費入学の人は、学費が続く限り在学してよい。主な舞台が、警察、学校という設定上、学園ものの要素を持った作品が多く、同期の候補生と切磋琢磨しながら、 主人公が警察官となるまでの過程を描いたものや候補生を指導する立場にある教官側を主人公とした作品などがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。